スプラをさらに進化させて、ご機嫌じゃないですか。もう本当に本音の本音のところで、ね、GRMN の、 あの、はい、マーク X です、はい、はい、渋い名前ですね。スプラを、うん、あのベースに、うん、それをまあ進化させたっていう、でもその流れを受け継いではいるんですね、はい、いいですね、気持ちいいですね。エンジンもこれは3.5リッター、V6、V6 です、はい、で320馬力ぐらいあるんですよ、はい、はい、320、すごい、 NA で320馬力、はい、早いもん。車が暴れる気配が全くないね、横に乗ってても、はい、設置がもうちょっとこうですね、パンパンする感じがない、はい、かといってこうゴツゴツ感も全くないし、はい、いやいい感じですね。もうなんかあのまず、はい、このコックピット周りがかっこいい。あ、はいはい、このステアリングと、はい、このメーター周り、はい、ちょっとやる気にさせますね。ブレーキもすごいいい感じだ。いや、このスロットルレスポンスもすごいいい、はい、これタイヤもこれ用に専用にチューニングされたタイヤなんですよね。そうですね、前後にサイズで、はい、すごいトラクションだ。バランスにはそうあれですか、うん、すごくいい、すごくいい、はい、だから誰が乗ってもこう走れる感じですよね、はいはい、いやよくできてますね。マーク X がなんかマーク X のイメージはやっぱりどうしてもこう普通のスポーツセダンのイメージがあったんですけど、はい、全然違いますね。ここまでできるもんなんですね、はい、ありがとうございます、面白い。なんかギアレーションもいいですね、はい、こうあんまりね、はい、ロングすぎず、はい、ショートすぎず、はい、つながり感がすごくいい。なんとドリフトもできちゃうらしいじゃないですか、はい、ってことは LSD とかも入ってるんですよね。はい、LSD 入ってます、トルさんが入ってます、はい、おーおーおー、ご機嫌じゃないですか。こんなことやっていいんでしょうかってくらい楽しい車じゃないですか、はい、最高ですね、はい、ドリフトのコントロールもむちゃくちゃいいですね。やですか、はい、でも通常ねこういう FR って VSC をカットしちゃうと、はい、ものすごくテールハッピーになっちゃうんですけど、はいはい、そういう感じは全然ないですね、はい、なくても全然走れちゃう、はいはい、いや本当にこれはサーキット走れる車だ。ものすごくテールの出方も分かりやすいんで、はい、コントロールしやすい、はい、いやこれはご機嫌ですね。これ本当にボディとサスペンション、はい、タイヤのマッチングが最高で、はい、なおかつ味付けが、はい、少し弱アンダーステア、はい、かといって少しこうそこの乗り方を変えると優しくこうオーバーステアも出せるんで、はい、いやこれはもうかなり仕上がってますね。これありがとうございます。小野さん今日はどうもありがとうございました、はい、いやこちらありがとうございました。まあ、今日感想をですね、はい、ぜひで乗らせていただいて、はい、まず、ストリートというか街中、はい、街中の乗り味が、すごくね僕的に一番いいのがいいなと思ったら音がまずやっぱりこう、はい、普通の車とは違うなっていう感じがすごくこうサウンドチューニングされてて、はい、ドライバーにこうやる気になる、はい、すごくいい音だった感じがするんですよね、はい、でこの車マニュアルではないですか、はい、6速マニュアルですよね。はい、はい、6速です。すごく僕的には乗ってその違和感を感じなかった、はい、その例えば街中で乗った時にマニュアルだとちょっとこうなんか忙しくて嫌だなってイメージがちょっとあるじゃないですか、はい、オートマばっかり乗ってると、はい、そういう感じで全然なくて一回発進しちゃうとあるギア高いギアでも低い回転でも普通にポーッと走ってっちゃうし、はい、まあ、エンジンの届くとギア比とマニュアルのフィーリングがすごくいいなと思ったのね、はい、あとさっき走った時もそのギア比、はい、ギア比がすごくこう綺麗にこうつながってきて、はい、
さっきと走っててもすごい面白いし、はい、街中でもなんか乗りづらさ全くないし、はい、でなんかやっぱフィーリングもすごいよね。片山さん、この内装とかに使われてる、はい、生地、これなんていうの、ステアリングとかシフトとかシートとか、はい、うん、ウルトラスウェードといいまして、はい、結構食感にこだわりまして、うん、だいぶまあ、今日あの手袋さんで触られてますけども、はいはいはい、素手で触るとすごい食感がよく、うん、高級でなんかすごくいいですね、なんか、はい、それのなんか触り心地がすごいいいんですね、なんかね、はいはいはい、ウルトラスウェードっていうんだ、はい、とにかくハンドリングの味付けがすごい懐が深いですね、はい、懐が深くて程よいロール感とともにこうなんていうのかな、限界がすごい高くて、なおかつね、はい、びっくりしたのが、はい、VC オフにした時のドリフトコントロールがこんなにもイージーで、やりやすいと思わなかった。あの俺のさんってこうパッて一発で決めて、うん、でピーッとこう、それもオンザレールで、それはね、それはね、あの車がすごく決まってて乗りやすいから、そういう操作でももうアクセルだけでさーっとコントロールしていけるっていう、それだけだから車のバランスがいい証拠なんですよね、はい、悪いところあんま見当たらなかったですよ、はい、ただ、はい、ちょっと気になるところは、まあ、僕的な意見で言うと、はい、そのシフト操作、シフト自体はすごくいいんだけど、はい、このコンソールボックスがちょっと、はい、ちょっと邪魔くてな、 AT と同じです、うん、はい、それがちょっともったいないなっていうのと、はい、あとまあ細かいマニアックな話で言うと、その VSC をオフした時のそのブレーキングを抜くところのそのブレーキのちょっと介入が少し気になるかなっていう、はい、うん、それ以外はもう全くパーフェクトですね、はい、ブレーキのタッチといい、そのミッションのギア引きといい、はい、うん、LSD の効き方といい、はい、嫌なところは全くないです、はい、オールマイティですね。いやもう最高ですよ。ありがとうございました、はい、ぜひお買い考えたいと思います。ありがとうございます。